今日はですね、見ての通りこのイーシンから新しく出た、ウィザード H220HV、 今まであった H220 の HV バージョンですねが届いたので、まあ、これをちょっとレビューしてみようかなと思います。で、まあそうですね、その今までドローンを結構飛ばしてて 6S 対応のものを作りたいなと思ってる人で、手軽になんか試してみる方法ないかなと思ってる人や、まあこれからドローンを始める人にとってなんか参考になればなっていう思いで、ちょっと試してみようかなっていうか、自分でもなんかこの辺の2万円ぐらいで手に入るドローンってどんなのものなのかなっていうのもすごい気になったので、ちょっと前から探してたんですよ。安い機体買って、それで、まあ、どこまで飛ばせるのか、どこまでの映像が撮れるのかっていうのは、すごい、前からずっとやってみたくて、で、バンググッドでちょうど探してたら、この 6S 対応のドローンで、まあ、2万円以下で、買えるのがあったので、まあ、プラグ&プレイなので、レシーバーはついてこないんですけど、これに、まあ、双葉の、RB2001、RB? なんか 2001SB とか、2001 なんかその辺のよくみんなが使ってるやつをつけて、ちょっと飛ばしてみようかなと思ってるんですけど、で、そうですね、その、まあ 6S っていうのもちょっとポイントで、まあこれから、今 4S が主流なんですけど、これからみんなどんどん 6S に移行していくと思うんですよ、いずれは。僕も2年前にこの、いわゆる自作機、とかレーサードローンって言われてるのを始めた時も 3S から 4S にちょうど移行してる時だったんですよ。それで、まあ、4S から始めて、まあ、ここ2年間ずっと 4S で、最近は 6S に移りましたけど、で、まあ、なぜか 5S は飛ばされて、6S が結構主流になりつつあるんですけど、それなんで、まあ、それも含めてちょうどよくこの 6S タイプが出てたので、まあ、それは置いといて、箱の内容を見てみましょう。まず、この、ダルサイクローンの、5046シリーズですね。のプロペラが入っています。で、この中に、綺麗に梱包された本体と、これは、モーターのネジですね。それから、予備のスタンドオフやら、ナットやらかな、予備品。これは何だろう。あ、これが、GoPro マウントですね。ちゃんと GoPro のセッション、GoPro セッション用のマウントがついてくるっていうのはすごいですね。この TPU で 3D プリントしたっていうよりかは、3D モールドで作ってるっぽいですね。すごい。プリント跡がないんで。で、本体ですね。本体を見てみましょう。ちょっと、今 PC が近くにないんで、スペックとかはちょっと、うろ覚えなんですけど、まあ、はっきり見てわかるものとから言うと、モーターが、Eシンの、2306の、1650KV。かな、 1650KV で、これアメリカの有名なカバブ FPV っていう人もこれをレビューしてたんですけど、まあ、本人曰くこれは Eシンオリジナルでビルドしているモーターで、まあ、かなりクオリティがいいと彼は絶賛していましたね。で、まあそうですね。で、 KV 値も、公表、ここに書いてあるスペック値よりもちょっと高いんじゃないのかっていうのも彼は言っていました。僕もね、最近この海外の有名な YouTuber、 よくバンググッドのものをレビューしてる人たち、アンディ・ RC とかアルバート・キムとか、結構この機体をレビューしてたんですけど、なんかね、そういうのと関係なくこの機体面白いなと思って探した時に買ったんですよ。で、これフォクシアのレンズが、2.5。フォクシアの 2.5 の、確か CCD だったような気がしますね。で、4-in-1 スタック、4-in-1 の ESC に FC、それから、
VTX と、なんかこれ SpeedyB、この Bluetooth で、あの、iOS、アプリ、スマホのアプリから全部あの制御できる Bluetooth モジュールもなんかついてるみたいなんで、これもついて、2万円以下っていうのは、まあ、すごいなと思います。と箱から、アンテナも、VTX 用のアンテナもついてますね。これを、この後ろに、ね、差し込む感じですかね。で、ここにレシーバー取り付け用のワイヤーがあるんで、ここに、まあ、レシーバーをつけて、で、カーボンから削り出された工具類もありますね。あとは、ランディングパッド。アームの下につけるパッドですね。から、こうと、あと、タイラップもついてきますね。なんか、この固定式の。とりあえずはそれだけっぽいですね。で、ですね。これは、カバブさんも言ってたんですけど、デフォでの組み立てが、ちょっと、光の当たり具合が悪いから見えないんですけど、この ESC と FC のスタックを組み立ててるネジがナイロンなんですよ。で、ナイロンスタンドオフって結構僕が始めた頃はまあまああったんですけど、今みんなもう普通にスチールやアルミのボルトを差し込んで、そこにこれを重ねていく感じで組み上げるんですよね。その方が全然頑丈なんで、このナイロンはとりあえずすぐ折れて、で、さらに言うと、この ESC と FC をつなげているのが、このヘッダーピンコネクタ、まあなんかコネクタなんですよ。これからカチャって差し込まれてるだけなんですよ。これが重なっていて、ナイロンスタンドオフの上に。で、そのナイロンスタンドオフがこの辺で折れたりして、これがバッてずれたりすると確実にここも折れるんですよね。そうするとかなりめんどくさいことになるんで、もしこの機体を初めての機体として買った人、もしくはずっとこれを長くこれをメインで使おうって思う人は、ここを一回取って別のちゃんとしたスタンドオフに変えるのが、まあ、良さそうだなと思いますね。一本長い、ここ下のベースプレートから上までの長さの、M3 のネジを買って、その上にスペーサーをかましつつこうやって重ねていくのか、もしくは下から一個、こういうナイロンじゃないけど別のスタンドオフを買って、最近だとゴムのやつが流行っていて、そのゴムのやつを使って重ねるとかをして乗せ替えてた方が多分長く使う人はいいだろうなと思いますね。今回取り付けようと思っている、レシーバーと、GoPro マウントも一緒に乗せて測ってみたいと思います。これね、アームが結構分厚いやつが 4mm のアームかな、がついてて、で、403g ですね。ちなみに僕が普段使っている 6S のリバーブですけど、これが385ですね。で、まあ、ちょっとストラップがついてるけど、なので、こっちの方がだいぶ軽いですね。まあ、アームもこっちは3mm なんですけど、こっちは5mm のアームがついてて、まあ、結構ビーフィーな感じっすね。こっちの軽量化はもう難しいでしょうね。軽量できるところがほぼほぼないんで、まあ多分そうですね。もう上に何かこう滑り止めとか何もついてないし、それに対するものもついてきてないっぽいですね。なのでここに、まあ、ちょっとしたグリップをつけておくのがいいでしょうね、滑り止め防止で。まあ、そんな感じでちょっとした最終的な調整をしてこれを飛ばしに行きたいと思います。
The next day. 懲りずにまた、この Wizard X220 HV のテストをします。今回ですね、行った変更は、まず BL ヘリの設定をちょっと見直して、見ました。それから、ベータフライトに関しては、FC に関しては、ベータフライト 4.0 にアップデートして、まあ、推奨される設定にしています。で、これでちょっと、まず、そうですね、ちゃんと飛ぶかどうかって、まだ飛ばしたこと、ホバリングもしてないので、それをチェックするのと、スナップロールした時にデスロールしてしまう現象がなくなっているのか、ちょっと改善しているのか、確認してみたいと思います。おーっと出ました。あー、クソだな。 The next day. イシンウィザード X220HV 3日目です。前回 BL ヘリの設定を少し調整したんですけど、結果、効果は得られず、スナップロールでのデスロールは引き続き発生していました。で、まあ、この状況をバンググッドに報告しようかなと思って動画を作って YouTube にアップしたんですよね。そうしたらその動画にコメントくれた方がいて、ESC のモータースタートアップパワーを 0.125 にすると、良くなるらしいよっていう情報を得たので、ちょっと最後の、試しとしてその設定を行って最終調整してみたいと思います。で、今 BL ヘリの設定は、スタートアップパワーが 0.125、それから D マグコンペンセーションがハイになってます。で、ローとハイでデフォがローなんですけど、ハイの方が、まあ、デスロールや ESC D シンクが起こりにくいっていうことなので、ハイにしています。あと、モータータイミングが、デフォルトがミディアムなんですけど、ミディアムハイに今しています。まあ、これでデスロールが起きるようであれば、まあ、とりあえず、ちょっと しばらくは、これは置いておこうかなと。諦めようかなと思っていますけどね。ではちょっと最後のフライトやってみたいと思います。途中まですごく良かったんですけど、フリップをやったところでデスロールしちゃいましたね。で、このアーム見てください。わかりますか？曲がったんですよね、この血が。なんかこれ5ミリのアームなのに、ここが今日フライト3日目ですよ、で曲がるっていうのは、大してクラッシュもしてないんですけどね、やっぱりデスロールですごいここに衝撃が繰り返し負荷が当たっちゃったんですかね。ちょっと5ミリアームでこんなに、簡単に折れるっていうのはちょっといただけないですよね。戻してみましたけど、ちょっとカーボンの質があんまり良くないようですね。まあでも2万円の完成品なんで何とも言えないですけど、まあこの3回の飛行を終えて言えるのは、まあ2万円なりのドローンなのかなっていうところなんですけど、でもこのデスロールが起きるっていうのが、あの動画をアップして他の外人さん、他のパイロットもコメントしてくれたんですけど、まあ何人かこの現象起きてるようなんで、この機体これ
僕はただこれがもしかしたら不良品なのかなと思ったんですけど、この機体全体的にそういう問題を抱えてるっぽくてですね、まあそれだったら確実に初心者には勧められない機体ですよね。うん。デスロールが起きるっていうのは結構致命的ですよね。それで結局自分の操縦のせいじゃないところでこれが壊れちゃうんで、うん、そうですね。ただそのさっきのフライトもデスロールが起きるまではほんとすごいよく飛んでて、全然普段使いの機体でもいいなと思うぐらいの飛びっぷりでした。なのでそれを踏まえると、判断は難しくないですね。これ絶対に買うべきじゃないです。あのデスロール起きるんで、それが何かの設定で改善できるっていう確実な情報が出ない限り、このイーシンウィザード 220HV はクソ機体です。うんこです。絶対に買わないでください。でも2万円の値段のドローンが必ずしも価値がないっていうことじゃないと思います。これもこのデスウォールさえ起きなければ、これは本当にすごい素晴らしい機体になる可能性があると思っています。まあそんな感じで、皆さんまた2019年に面白いドローンが出るかもしれないですね。それに期待しています。とにかく 6S、 これからは 6S なんで 6S 対応のものを探していきましょう。それではまた。 One hour later。 あの後ですね、バッテリーを消費しようと思って、早いロールやフリップをやらないで飛ばして残りのバッテリーを消費しようと思って飛ばしてたんですけど、最後の方に差し掛かってですね、インバーテッド背面ヨースピンみたいなのを練習しようとしてやってたら、ちょっとヨーを結構思いっきりくるっと入れたら、また案の定デスロールしてとどめを刺してしまいました。これどうしましょうかね。まともなフレームに乗せ替えて、この多分 ESC がクソなんで、 ESC を変えて、結構僕古い ESC 余ってるんで、それに付け替えて飛ばせる状態にしようかな。このモーターは結構評判がいいみたいなので、ただこれちょっと直すのめんどくさいですけど、根元から取れちゃってるんで、まあなんとかして復活させます。